リチャード・ルイスはイギリスのテノール歌手。本名はトーマス・トーマス。マンチェスターの生まれ。ボーイ・ソプラノとして活動していたが、14歳の頃には、編成期のためにボーイ・ソプラノとしての活動ができなくなった。16歳からは、面工場で働きながら、音楽の勉強を続け、1939年から1941年まで、マンチェスター王立音楽大学で、 ノーマン・アリに声楽を学ぶ。その後、ロンドン王立音楽院に進学し、1945年に卒業。オペラ歌手としての初舞台は、1939年のカール・ローザ・オペラ・カンパニーの従業公演に参加した、時にまで遡るが、1947年に、グラインド・ボーン音楽祭とコベント・ガーデン、王立歌劇場で歌って、名声を得るに至った。 1955年には、サンフランシスコ歌劇場で、ウィリアム・ウォルトンの、トロイラスト・クレシダのアメリカ初演に参加して、アメリカデビューを飾る。1963年には、CBE を除訓。イーストボーンにて没。bach-can-tatas.com、ハットリチャード・ルイス・ディスコングス。ありがとうございます。